やはり巨人長嶋さん の、 あの野球をあの見てみたいなと思っております。はい、まあ、そして、まあ、太陽、大栄、そしてヤクルトと渡り歩いていますから情報も豊富ということですね。はい、案外 動いてないですよね、ベンチ映ってもじっとしてますよね。やっぱ公式戦になると私は、ね、じっとはあの残ると思います。じっとこう腕組んで見てられるというようなタイプじゃないですね。お、三浦さん監督は特徴で、はい、またそのあたりの話も折につけ聞いていきたいと思います。さあマウンド上の谷口のピッチングに注目しましょう。セカンドです。そうでしたね、だから変化球がちょっと低めに、ね、行ったんで、これやっぱりキャッチャーがなんとか体でね、止めてやってほしかったなと思いますけども、そういえば主していました。三浦さん、ボール自体は谷口どうなんでしょう。まあ、ボール自体はいいと思うんですよ。先ほど高さんに言ったようにですね、ピッチャーとしてはですね、はい、ツーアウトから、そうですね、ですからあのピッチングの内容を見てましてもね、やはりまあちょっと手強いなという、まあ、強打者だなという人にはね、変化球がものすごく多いですね。あ、そうですということでね、やっぱり変化球は随分多くなっていると思います。あっと、またフォアボール。谷口、しかし高田さん、はい、長嶋のこのオープン戦の成績というのは4打数の3安打2つの選手の実践に任せなんていうことはね、はい、なかなかその、まあ、興味もありますしね、はい、まあ、あと、まあ、長い目で見ていきたいと。ピッ、キャッチングの仕方、後ろにミットの音の出し方とかね。音の出し方、はい、フォークボール空振り。高田さん、今のフォークボールの受け止め方でした。良かったですね、足をすぼめてね、後ろには絶対やらないぞと体を止めるという形で出てましたね。はい、だからランナーいるときにね、パスボールの時に今のようなで止めてもらえればね、はい、よかったんです。前に落とせばね。大森そのまま